ウクライナへの侵攻が始まって2週間、経済への影響は避けられず、すでに小麦や原油など身近なところに懸念が広がっています。焼きたての香りがいっぱいに広がる静岡市のパン専門店。豊富なバリエーションで多くの年代から人気を集めています。その店を悩ませているのが、原材料となる小麦粉の高騰です。全部に使っているので、全てが上がるっていうことを考えてしまうと、やっぱりかなり心配なところで。ロシアとウクライナは小麦の輸出市場のおよそ3割を占めます。ウクライナ情勢の緊迫で小麦粉の流通への懸念から、パンそのものも値上げの可能性が高まっています。基本的には、北米産の、小麦粉をメインに使用させていただいているんですけれども、すぐに今影響があるかというとないのかなと思いますが、今後、ロシア産のものが全国で取らないっていう話になった時に、競争率がどうしても上がってくるので、今後の中で値上げっていうことは考えられるのかなっていうふうには思います。すでに製粉会社からは6月の小麦粉の値上げを告げられました。一番人気のカレーパンに限っては、生地もパン粉も油も値上がりです。困るけどしょうがないね、こればっかりはね我慢して節約して少しずつウクライナ情勢の緊迫から原油価格は依然高騰しています。消費者からはお財布への影響の懸念の声が聞かれます。割引が効くやつでやってるんですけど、それでも、ね、追いつかない感じ。今日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は1リットル当たり 174.6 円、先週より 1.8 円値上がりし、9週連続の高騰です。しかしこれでも価格は抑えられているといいます。仕入れ価格が国の政府の充当によって安くなっていると、抑えられていると。急激な価格上昇を抑えるために、国は今週から1リットル当たり最大25円の補助金事業を始めました。組合によりますと、現在の卸価格は1リットル当たりおよそ190円に達するということですが、元売り業者に対して補助金を出すことで価格を安くしています。その結果、消費者に提示される小売価格はなんとか170円ほどに抑えられています。ただその価格も徐々に上がっているのが実態です。3月以降もまだまだ上がるかもしれないというところで、もう今回の制度は3月末までの制度でございますので、4月以降についてもまたいろんな政策が出てくるんじゃないかなと。我々の消費行動に直結するところまで来ているウクライナ侵攻の影響、先の見えない不安が家計を締め付けそうです。